はい、では始めていきたいと思います。今、前回は、最上家を落として、で東北に攻め入っている、そんな本願寺です。で周りはそうですね、織田に関しては、まあ、攻めてくる能力をだいぶ削ったので大丈夫だと思います。上杉がちょっとわからないですね。まあ、ただ、まあ、どうだろうな、わかんないですね。まあ、攻めてこられたらしょうがないので、諦めるとしか言う。鉄砲がね、今ここの本願、大名のいる、この黄山にしかない、黄山のところにしかない、86の、その、鉄砲しかないんで。まあ、越後にないのでね、攻められた場合は、まあ、縛りが効いてしまうという、使える部隊がないので、逃げるしかないと。とりあえず、伊達に攻めて、伊達を攻めていこうかなというところです。桜の鉄砲が欲しいんですけど、ちょっと、ちょっと邪魔だな、片倉。上の歩兵2つは大丈夫だと思うんだけど、下ですね、下どうしようかな。とりあえず一番近いところにいるのは、太田さん、どっちから行く？上行く？そうなの。どうしようかな。そうですね、夜だからな、夜を利用したいんだけど、できるかな。片倉がそろそろ下から来ると思う。ああ、いい回り方してる。ここにいてもらえるとすごい助かる。で、これはどうなってる？うわ、あ、だ、うん、大丈夫か。上来るの？来ないか。で、ルスさんもどっか行く。三年もとこっち来る。なあ、一発食らうね。まあいいか。これはまあ、許容範囲内。いいよ、この一発は許す。あと遠藤さんか、遠藤さん。
上来るかな、下行くかな。遠藤さんですね。あ、間違えた。まあいいけど。遠藤もいいかな、一発食らってもいいかな。いいや、大丈夫。減ると思うけど、いいよ。で、テルムネの兵も減らして、で、向こうの兵数を鉄砲の15だけにして、そして逃げたいんですけど、すごい見られてるな。すごい見られてるな。米を狙われてるな、すっごい。あんま雨降んないの欲しいんだけど。片倉はこっち来ている。左上の3人は。米を狙っている。ぬくいさんがいない、いるから来ないけど、片倉はこっちに向かっている。遠藤さんはなんか逃げ回っている。で、片倉が来る前に15以下まで減らしたいとこなんだけど、あと2ターンで片倉は攻撃範囲なところまで来てしまう。まあ一発食らうのは仕方ないか。テルムネから一発食らうのは覚悟していくしかないかな。その雨は痛いわ。片倉は目の前まで来ているので仕方ない、逃げる。遠藤さんが邪魔。でもすぐそばまで来ている。遠藤さん邪魔なんだよ。ですよね。あー、ちょっと痛いな。痛いけど行くしかないんだよな。仕方ない。多少減るけど仕方ない。それが痛いんだって。テルムネはあと攻撃してこない。片倉が邪魔。よし。ちょっと減ったな。
ペテル胸をゼロにして逃げるという作戦で行きたいんですけど、で、クンモンに下るをやりたいんですけど、どうなんでしょうか。クンモンに下れるんでしょうか。あ、上級だから無理か。いいか、もうなんかちまちまやるのも、いいや。ちまちまやってもしょうがないですね。行こう行こう。はい。いいです。家臣にするとちょっと面倒いので、家臣じゃないよ、他国に逃がすと面倒くさいから、ちょっとアシナがちょっとねややこしくなるんで、で、そうですね、闇商人からの鉄砲は買うのは OK にしたので、それだけは OK にしたので、なんとか闇商人から買いたいとは思っていますが、今井早急からは買えない縛りを入れてやったので、ちょっとねどうなるかわかんないですけどね。これで90か、90だったらこのままいってもいいだろうな。はい。ちょっと待って、先回しを一応していきましょうか。あんまりまああんまりあんまり部署使わないんだけどな、ね、まあでもまあ RTA とかとも違うし、まあ多少内政はするのかな。内政というか米売りか、どうなんだろう。ここは無理、いいや、これで大丈夫でしょう。うん、3人しかいないんで大丈夫でしょう。いやでも馬か、馬はまずいな。行ってくんないかな。ああいいね、すごい助かる、戦略的に。であとは行くしかないですね。ちょっと試したいな。群門試したいな。群門に下ることができるのか。ちょっといいな、わしろが。
どうしよう。いるのか。行けばいいのこれ。残り3日4日丸4日か。天候の動きがな。ちょっとたむろっておけば猪苗代、そっち動く。回り込んでくると思うんですよ。下左下左下っていくと思うんだけど。なは、どんな動きしてんのよ。いいな、白が邪魔でしょうがない。いや、白が邪魔でしょうがない。もう、あんた残したいんだよ。上行ってよ。来んなよ。来んじゃないよ。上行ってよ。来んじゃないよ。そう。やり直し。白あいつ逃し、残したいのにぴったり来るからちょっと向こうの、違う、その向こうのね射程圏内に入って こっちが大名をポコポコやりだしたらねえ、ちょっと出ないじゃん。それではさ、だからちょっと回ったりいろいろしてたんですけど、米、あ、こ、あ、そのためにうろうろしてたんですけど。まためんどくさい地形だな。引きつけるか、あの鉄砲のあいつを引きつけて、こっちは行動力貯めて一気に右に行く、あと逃げる。
どこまで来た。あ、目の前まで来た。左下、左上、左、それでいいよ。もう一、もう、ね、左上に行く、あ、わかんないってそれ。来んのかよ。左、下に行こう。ただいや、どう動いてくるかわかんないんだな。すごい癖があるんだよな、猪苗代さん。うわ、撃ってきた、びっくりした。もう結構素直に来るんですよね、あいつね。あいつマジで大事なとこだめ。夜になっちゃうのでちょっと森を、もうしかも S56 か。あんまりポコポコ打てないな。一人撃ち落としちゃった人を、誰がちょっとなぁ、なぁ、一人撃ち落としちゃった人がちょっとね、聞いちゃってますね。どうしようかな。する回が出てくるかな。うん、困ったな。どうしようかな。本当どうしようかな。いらない武将を解雇してアシナにこう送り込むようにやって、解雇せめて、あ、いや攻めらんないか、縛りがあるから。だからそうですね、難しいなあ。あ、む、そうね、ではにいたのか。じゃあ、
ただ猪苗代さんが今度って歩兵に回るから、能力的には氏家さん入らないか。ごめんなさいね。で、太田はの、そうですね、戦闘力を上げるっていう意味では太田さんもいいんだけどね。あ、でも芦名のあの地形だったら太田さんやめさせてもいいか。そうしよう。戦闘力上げのためにさようなら。難しいですね。なかなか難しいですね。とりあえず2人辞めさせたので、そうですね、大丈夫かな。ルスさんもいいんだけどね。いらない、いらないというか、戦闘力上げのために外に出て行ってもいいんですけど、でもあんまり一人二人いなくな、外に行かれるとな。戦闘がしづらくなるっちゃなるんだよな。難しいっすね、これは。この縛り意外と難しい。金のある国にその闇商人が来ると思うんで、まあ闇商人が来たらその鉄砲を買うと。まあ多くて15とか、なんか20近かったりするのかな。そのくらい言ってくれたりするので、まあそれを当てにしながら、感じですか。もうそれしか方法が。でしょうも、多分チートだから、チート級の強さがあるから楽かと思われた方も多いでしょうけど、この数に限りがあるというものが加わるだけで、かなり状況が厳しい戦い、そして買うのを禁止したっていうのもあって、だいぶ厳しいですね。おかげで今80ぐらいかな、鉄砲の数がかなり減っているので。ここから強敵たちが下にはいるので、どうなるんだ。まあなんとかするしかないですね。鉄砲来い。鉄砲じゃない、鉄砲、来ないか。さて、はい、というところで今回はこの辺で終了にしたいと思います。次回芦名、まあ行けたらまた行きたいなと思いますけど、ちょっとどうなるか分かんないですね。まあ、様子見ながら
けるんだったら行こうと思います。ご視聴ありがとうございました。